ご視聴ありがとうございます。今回は、1980年代に、パソコンの統一規格として、生まれた、懐かしいホビーパソコン、MSX の誕生について、ご紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。ホビーパソコンの、MSX とは、そもそも、MSX って何？そうだね。シンプルに言うと、MSX とは、1980年代初めに、日本で誕生した、パソコンの標準規格だよ。パソコンの標準規格？そう、なぜこの頃、日本でパソコンの標準化が、必要だったかというと、この MSX が発表された、1980年代初めの、国産 PC というのは、メーカーごとに、独自規格のパソコンが発売されていて、それぞれに、各メーカーや、機種ごとに、専用のソフトが必要な時代だったんだ。この頃の、大手メーカーといえば、NEC や、シャープ、富士通などの、8ビット御三家時代のことですかね。そうだね。この1980年代初頭には、たくさんの、国産パソコンが発売されていて、この頃、登場した、国産 PC を紹介すると、NEC からは、PC88 シリーズ。富士通からは、FM8 や、FM7。そして、シャープからは、MZ シリーズや、X1 シリーズ。などが登場した頃なんだ。それ以外のメーカーも、松下電器や、日立、そして、ソニーなど、たくさんのメーカーから、パソコンが発売されていたんだ。しかも、メーカーごとに、専用のソフトウェアが必要だったため、さらに、同じメーカーの、新しい機種を購入した場合でも、以前買い揃えていた、ソフトウェアが対応していないため、新しく、アプリケーションを、買い替え直さないといけない場合もあったんだ。へえ、お金がいくらあっても足りないですね。そうなんだ。この時代の、パソコン市場は、たくさんの PC が先乱れる。まさに、百花繚乱の時代だったんだ。この頃の、パソコンユーザーは、大変ですね。そんな、カオス状態のパソコン市場に、これを何とか変えて行こうとする人物が、現れるんだ。その人は、こう考えたんだ。パソコンメーカーの枠を超えて、同じ規格のマシンを発売できれば、ソフトウェアも共通で、利用できるようになる。それなら、多くのエンドユーザーから受け入れられるのでは。と考えたのが、当時、アスキーと、マイクロソフトの幹部だった、西和彦さんなんだ。西さんといえば、当時の、パソコン業界のキーマンの方ですね。そうだね。この頃のパソコン業界は、NEC や、シャープ、富士通の、三強時代へと突入していて、それ以外のメーカーは、なかなかこの三社に、対抗できずにいたんだ。そこで、西さんは、打倒、8ビット御三家。の旗のもと、松下電器や、三菱、そして、ソニーをはじめとする、日本の家電メーカーや、フィリップスなどの、海外企業などを、次々と巻き込んで、MSX という、PC の、標準規格を作り上げようとしたんだ。MSX 規格の発表。MSX という言葉が、初めて世に出たのは、1983年6月16日のことで、この日、東京で行われた、MSX 規格の、発表記者会見には、マイクロソフトの、ビル・ゲイツと、アスキーの西さんに加えて、日本の大手家電メーカーが、14社も出席するという、豪華な顔ぶれでの、発表だったんだ。おぉ、そういそういたるメンバーですね。日本のものづくりを支える企業たちが、当時まだ、若干、27歳の若者だった、ビル・ゲイツと、西さんの元に集結するという、なんとも歴史的な瞬間だったんだ。大企業相手に、20代の若者が、旗振り役とは、すごいですね。MSX に対抗しようとした、あの人の登場。ところが、この発表会に、異議を唱えた人物が現れるんだ。MSX 企画に、反対ってこと？そうなんだ。この人物の主張はというと、西さん、この PC 企画では、ソフトウェアメーカーに、多額のロイヤリティを請求する契約になっています。今回の目的は、パソコン市場の健全な発展を、図るための、標準化のはずです。このままの、規格条件では、MSX 規格による、提携を認めるわけにはいかない。と、それこそ、激おこぷんぷんの、その人物とは、当時まだ、若干25歳だった、日本ソフトバンクの、孫正義さんなんだ。おぉ、孫さん。そして、ソフトバンクの、孫さんは、なんと、MSX 陣営に参加しなかった、他の日本のメーカーを担ぎ出して、こうなったら、MSX に対抗した、独自規格を作ってやる。と宣言したんだ。これでは、MSX は、統一規格どころか、当時、ビデオデッキで巻き起こっていた、VHS と、ベータのような、仁義なき戦いを、繰り返すことにもなりかねない状態だったんだ。この、1980年代初めの、ビデオ戦争では、ベータ規格のソニーが敗北して、日本ビクターの、VHS が勝利しました。この、孫さんの決起に、MSX の先導役だった、西さんは、孫さん、規格統一について、なんとか話し合いで、折り合いをつけましょう。ということで、6月13日から、この二人による、
水面下での、様々なやり取りが行われることになるんだ。そして、その、10日後の、6月27日に、ようやく両者は、和解することになり、ようやく、MSX 企画を、一本化することで、話し合いの決着がついたんだ。この時の、交渉内容の詳細は明らかになっていませんが、業界筋によると、マイクロソフトに入る、ロイヤリティを、大幅にディスカウントするなど、西さんが、大きく譲渡しての合意のようです。そのため、MSX の誕生日は、いつなんですか?と聞かれると、この会談の合意日である、6月27日の方を、挙げる人もいるんだよ。この、6月16日から、26日の深夜にかけての、争いは、後に、天才西と、神童、孫の、10日間戦争と、呼ばれるようになる、伝説の会談として、MSX の歴史に刻まれることになるんだ。なんとか折り合いがついて、無事、MSX 企画の船出となるんですね。MSX の指導。ようやく、この二人の和解により、パソコン企画が成立すると、いよいよ、MSX 陣営である、各メーカーが動き出すことになるんだ。記念すべき、第1号の、MSX の発売。そして、発表から4ヶ月後の、1983年10月に、MSX ワッツの、ホビーパソコンが発売されることになり、この記念すべき、MSX 第1号は、三菱電機の、ML8000 なんだ。おぉ、MSX の登場。このメーカーのマシンの登場によって、ついに、このホビーパソコンの歴史が、スタートすることになるんだ。しかし、これだけ大々的に発表されて、並いるライバルの、8ビットパソコンたちを震撼させた、このマシンに、強力なライバルが登場することになるんだ。強力なライバル ?1983 年、おもちゃ業界から、モンスターマシンの登場。それは、この MSX の本体が、発売される、3ヶ月前のこと。そう、1983年7月15日に、任天堂から、ファミリーコンピュータが発売されたんだ。おぉ、ファミコンの登場。でも、その後、このゲーム業界を震撼させることになる、この家庭用ゲーム機は、当時、メディアからあまり注目されることもなく、静かな、滑り出しから始まるんだ。しかし、このファミコンが、その後、大ブームを巻き起こし、ゲーム業界に大革命を、起こすことになるとは、この頃の、MSX 陣営も、知る由もない。メディアで、吹き荒れた、ファミコンと、MSX の対決。家庭用ゲーム機のファミコンと、ホビーパソコンの、MSX が発売されると、やがて、その話題性から、少しずつ、メディアも注目し始めるようになり、その中でも、今でも語られ続けている、有名な記事といえば、あの人気雑誌である、週刊少年ジャンプの、特集ページが有名なんだ。ジャンプの、特集記事?そう、その掲載されたページの、見出しをご紹介すると、ファミリーコンピュータ、VS、MSX。これ一概で、君の TV が、ゲーム画面に。君は、ファミリーコンピュータ派、それとも、MSX 派?として、この2台のマシンの、ゲームタイトルを紹介したりして、対決ムード、ムンムンのページを、掲載していたんだ。さらに、この特集ページには、後日談があるんだ。後日談?そう、この記事は、読者から、大評判になり、後に、少年ジャンプの愛読者なら、一度は読んだことのある、あの、ファミコン神剣の、スタートへと繋がっていくんだ。おぉ、懐かしいですね、ファミコン神剣。しかも、この記事のライターは、後に、ドラゴンクエストの生みの親となる、堀井雄二さんで。そして、編集担当は、人気漫画家の、鳥山明さんを、ドラクエのキャラクターデザイナーとして、紹介することになる、マシリト博士こと、鳥島さんなんだ。MSX と、ファミコンの、人気 RPG である、ドラゴンクエストがここで繋がるとは、不思議な巡り合わせですね。MSX の抱いた夢とは、最後に、MSX の先導役である、アスキーが発行していた、MSX マガジンの、記念すべき、創刊05に掲載されていた、MSX についての展望や、これから訪れる、コンピューターの未来について、語られている記事を、少しご紹介させていただきます。おぉ、貴重な、MSX マガジンの、創刊05。天使の見る夢は、僕たちの見る夢と、同じだろうか。夢の、ホビーパソコン、MSX の誕生。家庭で、コンピュータを使うなら、それは、値段が手頃で、使い方が簡単、そして、誰にでも楽しめるということが、大切だと、MSX は考えています。コンピュータは、コンピュータとして扱うのではなく、便利で、楽しい、そして、誰でも気軽に手に入れることができる、ツールでなければなりません。そのために、このホームパーソナルコンピュータの、MSX という存在が、必要なのです。もし、君が、このマシンを手に入れることができれば、ブラウン管を通して、楽しみながら、数学や、英語の学習、さらに、コンピュータのプログラムも、学ぶことができるようになるでしょう。さらに、将来は、電話機を通して、他のコンピュータと、情報交換をしたり、
キャプテンや、INS といった情報サービスを、MSX で受けることも、できるようになります。これから、MSX がどう変化し、進歩するかは、まだ未知の世界ですが、このマシンの存在が、コンピュータに対するイメージを、もっと身近なものへと、導いてくれるでしょう。今、MSX は、パソコン時代の、一つの頂点を作り上げようとしています。という内容なんだ。その後、このホビーパソコンは、1980年代後半に、最盛期を、迎えることになり、90年には、販売台数が、全世界累計で、400万台を突破することになるんだ。この頃の、各 MSX 専門誌では、夢を乗せて、MSX、400万台突破のキャッチコピーが踊ることになるんだ。しかし、1990年代になると、家庭用ゲーム機や、Windows パソコンに、圧倒されるようになり、そのため、MSX を取り巻く環境は、急速に悪化していくことになるんだ。そして、1995年に、最後の、MSX マシンとなる、FSA1GT の、出荷が、終了すると。この年もって、日本での MSX 企画は、終焉を迎えることになるんだ。しかし、それでもユーザーが、MSX を、愛してやまないのは、ひとえに、家庭用ゲーム機のように、ゲームを楽しむだけではない、このマシンの持つ、様々な魅力に惹かれたからだろうね。なぜなら、このマシンは、ゲームのカートリッジだけでなく、様々な、周辺機器に、接続することができる、マシンであり、オープンで、シンプルな企画だったおかげで、ハードや、ソフトに、自分で触れるという楽しみを、味わうということができたんだ。そのため、MSX を手に入れた、この頃の少年たちは、自分でプログラムを組むことや、様々な機器に接続して、遊ぶことに、夢中になっていたんだ。やがて、このホビーパソコンで、ものづくりの原点を味わった、少年たちの多くが、今や、IT 業界で、活躍することになるんだ。今のコンピューターが、複雑で広大な、都市空間と例えるならば、MSX は、いわば、自分だけの、小さな空間のようなもので。そう、このマシンは、自由に想像を巡らし、クリエイティブな時間を与えてくれる、自分だけの、小宇宙なのかもしれないね。皆さんも、たまには、懐かしい、あの MSX を体験してみては、いかがでしょう。今回はここまで。次回は、この夢のホビーパソコンの、初代、MSX から、MSX2、そして、ターボ R までの、MSX の歴史をご紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。